はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は久しぶりですね、ハイパーファットンさんに訪れております。こちらのお店はね、二郎系のお店で、僕の動画でもね何度もとんでもないデカ盛りでねラーメンをいただいておりますが、今回はデカ盛りではなくて通常のサイズでねご紹介させていただければと思います。というのも、こちらのハイパーファットンさん限定メニューがかなり豊富でして、デフォルトのねラーメンと合わせていろんなね限定を皆様にご紹介できればと思います。1杯目はねもちろん小ラーメンを注文しておりますので、メニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね1杯目のラーメンが到着いたしました。で、今回のラーメンなんですけれども、無料トッピングの方はおすすめでお願いしておりまして、こんな感じでね、まあ、油とニンニクも入っております。今回はなんかね人気らしい海苔の8枚トッピングも購入させていただいておりますので、早速ねいただきたいと思います。いただきます。ハイパーファットンさんはまずこのねデフォのスープめちゃくちゃうまいから、動画でも多分久々に二郎系食べたけど、やっぱうまいね。もう見るからに分かるこの豚だし感ですよ。もうね撮影の時刻は4時を回ってまして、今日何も食べてないんで空腹の極み。キャベツが甘くてうまい。じゃあちょっと麺いっちゃいますか。ハイパーファットンさんの麺はこんな感じでございますね。うまっ。やっぱりね二郎系の麺とかだとゴワッとしたものが多い分、食感優先でどうしてもスープとかに香りが負けがちだと思うんですけど、これ、ね、ハイパーファットさんの麺はしっかりとね小麦の香り感じるめちゃくちゃうまい麺ですね。そしたらこの辺りでねこう海苔をスープにしっかりと浸して、ここにこのニンニクを和えまして、うわちょっとこれでいっちゃいますか。うまっ。これめちゃくちゃうまいわ。あのね濃厚なんだけどしっかり出汁感があるスープだから、海苔のね風味が合うんですよ。皆さんもねぜひ海苔トッピングやってみてください。でもまたこのさチャーシューの柔らかさよ。まあ、ハイパーファットさん限定が多いんだけど、デフォルトがねちゃんとうまいからこそやっぱ人気店なんだよね。どれ食べても満足感が高いっていうのはすごいことよ。ということでですね、ただいま1杯目の通常のラーメンですね完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、早速2杯目が到着いたしました。2杯目いただくのはこちらソルポタという限定メニューでございます。こちらをね早速いただきたいと思います。これちょっと見えるかな、このとろみ、もうポタージュですよこれ。あーうまっ、マジでね、この塩ベースの豚ポタージュだわ。これ見てくださいよ、スープがっつり絡んでるよね。これが美味しくないわけないので、いただきます。
あ、うーん、ま、またね、スープが濃厚なんだけど、ベースが塩だからこそ麺がね、しっかりと香り引き立ちますね。もちろんね、使ってるのは豚だから別物ではあるんだけど、分かりやすく説明すると豚版のクラムチャウダーみたいな感じで、塩と油感っていうのかな、それがミルクっぽさ、そういったのを醸し出してて、なかなか他じゃ食えない限定だね。そしたらね、ちょっとあえてこの辺りでね、卓上にあるさ、唐辛子で味変してみようかなと思います。よっよっよっ、これ見た目はね、確実に合いそうな見た目をしてますけど、どうでしょうか。合わないわけではないけど、なくてもいいハイパーファットンさん、店内に自販機がありまして、特茶とか黒ウーロン茶とか、あとは特保のペプシとかもね、売ってるんですけど、ひとまずこの特茶でね、口の中をすっきりとしたいと思います。やっぱね、こういった料理には苦めのお茶が正義ですねそしたらこれで最後ですね、うん、ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね、3杯目のラーメンが到着いたしました。3杯目にいただきますのがこちら、くれないというメニューみたいでして、スープね、こんな感じで真っ赤なんですよ。なんだけど実際はね、辛くないメニューらしいんですよ。だってね、ちょっとね、味の想像がつかないので、これもね、食べてどういう味かお伝えしたいと思います。いや、これどう見てもスープ辛味成分ありそうだけどね、まあ、激辛とは言わずともピリ辛さはある気がするけど、いただきますね。辛くない、辛くない、うん、まっ。なんだこのメニュー、しっかりと唐辛子の風味っていうのかな、香ばしい香りはするんだけど、辛味だけないのよね。でもやっぱりベースのさ、ラーメンの美味しいスープがあるから、こんな感じでがっつりいじられてもスープは大きさ保ってんだよね。これがすげえよな。ちょっと麺いただきます。うん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 、うん、上に乗っかってた粉唐辛子があるから辛さはゼロってわけじゃないけど、正直ピリ辛にもならないぐらい、うん、マジでこのラーメン不思議な味だな。ちょっとね、これ別皿でニンニクもいただきましたんで、こちらにニンニク和えますか。普通のね、ラーメンにも合うわけだから、もちろんこっちにも合うと思うんだよね。これはニンニクを入れて完成だ。ニンニクいける人はぜひね、これニンニクも入れてほしいね。
ということでですね、こちらが本日最後にいただきますメニュー、パタンというメニューでして、パタンと聞いたら分かる方も多いかと思うんだけど、神奈川の方にはね、パタンという有名なメニューを提供しているお店さんがありまして、そのねメニューをオマージュして作られたメニューなんですが、こんな感じでね、ニンニクも和えられてしっかりと味のついている麺となっております。でこのねパタンのメニュー、いろんな種類があるらしいんだけど、今回はスープも付け合わせにいただいております。でこのスープの方にですね、ほとんど塩分が入ってないみたいなので、もう完全にスープとして食べたりとか、つけ麺風にして漬けていくと、これがどんどん漬け汁になっていくという変化が楽しめるメニューらしいので、いただきたいと思います。あ、締めてあんだ、冷たいな。麺はねこんな感じっすね。正直僕本家食ったことないんで、ちょっとどんな感じか分かんないですけど、いただきます。あ、うまいわ。多分だけどベースのちょっとした返し、醤油の返しにごま油も入ってるし、ニンニクはねがっつり効いてる感じだね。なるほどなるほど。香りがね強いんで、ここら辺でトロウロンといきましょうか。このスープだよね、どんな感じ？あ、本当だ、塩分は全然ねえわ。てかそもそもハイパーファットさんのスープうめえかな。逆に塩分がなくてごくごく飲んじゃうわこれ。ダメ、このスープがうまくてずっと飲んじゃうわ。これを食べつつ口直しでこのスープを飲むべきだね。なんて言ったらいいかな、それこそ町中華とかでまかないで食べてたのがうますぎてメニュー化しちゃいましたみたいな、身近なうまみっていう感じなんだよね。うまということでですね、ハイパーファットンさんで何もよね限定だったりとか、レギュラーのねラーメンを紹介させていただきました。やっぱりうまい。もともと大好きだったけど、よりね好きになっちゃいました。ぜひね気になる方はこちらのハイパーファットンさんでいろんなねメニューを食べてみてください。どれをね食べても僕の今までの経験上外れがございません。またですね、ハイパーファットさんでは通販ですとか冷凍自販機なんかも販売しておりますので、なかなかねお店に伺えないなって方もそういったものをね利用していただいて、この美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動しておりまして、そういったものに関しては概要欄に記載がございますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。